あと一粒の涙が、一言の勇気が、明日を変えるその時を見たんだ。失くしかけた光、君が思い出させてくれた。あの日の景色忘れない。あと本当に怪我をしてしまって、その後からファンの皆さんのたくさんの温かいメッセージ、コメントをすごく拝見させてもらいました。改めてやっぱすごいこう応援してもらえてるっていうのを感じましたし、本当に早く怪我を治して、またこうこれだけ応援してくれてる皆さんに、恩返しというか、しっかりこうプレーで感謝の気持ちを表現できるように、しっかりこうリハビリこれから頑張っていこうと思います。